こんにちは、フリーズボロ山本まりです10月31日はハロウィン毎年大勢の子どもたちがかわいいコスチュームを身につけお菓子をもらいに来ます大袋の入ったお菓子を3、4袋買って今年も小さなプリンセスやかっこいいヒーローたちを迎えてあげたいですではお知らせに入ります 10月11月の最初の日曜日は夏時間から冬時間に変更になる日です今年は11月3日になります正確には午前2時に冬時間に変わるのですが前日の土曜日寝る前に時計の針を1時間遅らせておくことをお勧めしますそれから年に2回時計の の時間をを変えるるにに火災放置機のバッテリーを交換するようにしてください実際に火事が起きたときに火災報知器が働かず命を落としてしまうことがありますので必ず年に2回のバッテリー交換を心がけてくださいまたこの時期は冷暖房の切り替えを行う時期ですので冬支度を兼ねてエアコンのフィルター交換を行うと次回の交換時期を覚えていられるのでおすすめです。次の知らせです 私たちが住んでいる町を含む郡全体が急成長している中マンフリーズボルの特に西側と南側では開発業者が新しい家などの建築を進めていますが道路工事や閉鎖そして交差点での渋滞,が渋滞に多くの住民が悩まされているのが現状です。 この町の急成長には町の南側にできる新しいロックベール高校と新しいセーラム小学校そしてクリスティーナに2年以内に開設される小学校も含まれています特に成長が激しいのはニューセーラムハイウェイとケイソンレーンの地域となっています ワリアドライブと24号線付近のニューセーラムハイウェイはウエストポイントと呼ばれるビジネスパークができる予定です。近々発表されるテナントにはコストココンビニエンスストア U ホール航空宇宙製造所そして銃の室内レンジそれからディーラーなども含まれるということです。 ランハイウェイの高速24号線の出入り口付近からケイソンレーまでの2.2マイルでは現在、道幅の拡張工事が行われていますこの工事中は町の散歩道グリーンウェイがケイソントレールヘッドからハイウェイ99の陸橋あたりまでそこまでの区間予定では来年,年来年2020年の11月末日まで閉鎖とな,る予定閉鎖となります。 ニューセーラムハイウェイの現在行われている工事が終了すると、第二段階として、今度は高速24号線の逆側にあたるオールドフォートパークウェイまでの1.4マイルの道幅の拡張工事が予定されています。現在市内各地での工事に伴い、住民からも渋滞などを懸念する様々な声が上がっています。また、ケイソントレールヘッドに沿って630軒の住宅と商業利用施設の開発が検討されているヒル。 バンリーエステートではセーブアワーグリーンスペーシスと呼ばれる工事反対活動団体の結成を促す動きも出ています。こちらこちらで工事が行われております。時間に余裕をもってお出かけください。次の知らせです。ウエストカレッジストリートにあるジェネラルブラックトレイルヘッドの犬用の遊び場、バークパークは10月14日から5週間の予定で 改修工事のため閉鎖となります。今回の改修工事では、障害物競争用の設備、機能的な給水所、新しい二つ目の出入り口、地形の改善、そして座る場所や看板などが追加されます。市内には二千十七年にできたドッグパークがケーソイケーソントレイルヘッドにあります。ジェネラルブラックのバーク,バークパークが閉鎖中はこちらのドッグパークをご利用ください。 ハロウィンの安全対策についてです。できれば できればトリックトリ・ジュリトリに出かける前に子どもたちに教えてあげてくださいトリック・ジュリトリに出かける前にどの家へ寄るかどの道を通るかきちんと決めてから家を出て予定通りに戻ってくるようにしましょう大人の付き添いのついた近所に住む子どもたちのグループを作り出かけるようにしましょう一緒に行動する人が多いほど安全だということを教えてあげてください迷子になった時のために必ず子どもに自宅の電話番号住所を覚えさせてください 12歳以下の子どもは決して一人では行かせないでくださいコスチュームは暗くなってからでもよく目立つように反射テープをつけるなど,にし,などしてくださいマスクをかぶる際には視野が狭くならないように大きく目の部分の開い,い,いているようにしてくださいすべ,のすべての子どもに新しい電池の入っている懐中電灯を持たせてください 歩行者とと車の譲り合いいを忘れないようにすること夕方は視野が悪いなどの交通安全に関する簡単な規定のおさらいを子どもたちと一緒に行ってください家の街灯がついていて室内の明るい家以外は立ち寄らないでください扉の外のポーチでお菓子をもらい絶対に他の人の家には入らないでくださいまた知らない人の後をついていかないようにしましょう見知らぬ人または怪しい人からはお菓子を受け取らないでください 子供がもらったお菓子は口に入れてしまう前にすべて必ず確認をしてください少しでもおかしいな怪しいなと思ったら迷わずに捨ててくださいお菓子を受け取ったら礼儀正しく丁寧に対応しましょう Thank you というのを忘れずに言いましょうチュリカチュリとお菓子をくれなければいたずらをするぞという意味ですがもちろん器物損害などはしないようにしてくださいいくらハロウィンの日でもこれは犯罪となります えそれと、訪ねてくる子どもに渡すお菓子ですが、お店で買った個別包装してあるものが原則となっています。以上のことに気をつけて楽しいハロウィンをお過ごしください。イベント情報があります。 ハロウィンバッシュがバーフィールドクレサントパークで行われますハウンテッドヘイライトは10月23日から26日までの夜暗くなってから午後9時までです真っ暗な林の中をヘイライトに乗って進みますアメリカ版肝試しという感じです参加費用は1人5ドルです そして、二十五日、二十六日はこちらも同じ場所、バーフィールド・クレザント・パークで、トワイライトトレイルが行われます。こちらは午後九時から七時までで、怖くないヘイライトです。それと、カーニバルが二十五日、二十六日に同じ。公園内で、こちらは五時から九時まで行われます。仮想コンテスト、ゲームなどが行われ、日本の屋台のようです。ぜひご参加ください。 それからもう一つです第43回ハーベストデーが10月26日土曜日にキャノンズバーグビレッジで午前10時から午後4時まで行われます秋の訪れを祝うお祭りで開拓時代の音楽やアヒルダンスそして糸紡ぎヘイライドブラ,ブラックスミスのデモンストレーションアンティーク車の展示などが見学できます駐車台参加費用は無料です お知らせは以上です、えー。最近は日本でもハロウィーンが行われるようですが、やはりアメリカならではのトリックアトリートやハウンテッドヘイライドなど、ぜひ楽しんでみてください。では失礼いたします。こんにちは。マフリーズモロ山本まりでした。ごきげんよう。